さて、シリアという国があったのかの3回目ですね、いよいよこの佳境に入るんですけれども、第一次世界大戦が終わりまして、トルコが滅びます、オスマンが滅びますね、オスマントルコと言わずにオスマン帝国といえば、オスマン帝国が滅びます、そして、その領土がキレキレに分割されますね。で、まあ、分割するときにやっぱり、まあ、シリアとかイラクとか昔の、その昔の領土は昔の領土のまま、まあ、大体はできるんですけれども、そこにヨーロッパが入ってくるわけですね。で、まあ、これはもう歴史的に非常に名高いしすぐ皆さんが口にするので私はあまりこの話はしないんですけれども、サイクスピコ条約協定というのがありましてですね、イギリスとフランスがここら辺をですね全部分割して、かつイスラエルを作るために、騙しに騙したっていう、まあ、有名なものがあるんですね。でその時に実はトルコとシリアとイラクがですね、それからまあヨルダンとかレバノンなんていうのが国ができてですね、そしてそこに線引きをして、イギリスとフランスが支配するわけですね、まあ、石油が欲しいからっていうことですね。だから本当に白人っていうのはたちが悪いんですよ、あくまでもこう自分たちがいかに楽をするかというそういう考えなわけですね。で私よく言うんですけれども、この間にオスマントルコ時代の行政区というのを入れるとまだよく分かりやすいんですけども、このシリアとイラクの境界はですね直線に引かれてますね。この直線に引かれてるところは定規で引いたからまあ直線なわけですね。つまりもう完全な人工的な国としてイラクができるわけですね。ですからイラクとそのシリアというのはどの時点で国になったかっていうとですね、もちろんちょっと古い時代にも100年やなんかは分かれてる時が あるんですが、少なくともオスマントルコっていうのはですね400年ぐらい続いた国なんですけども、そのオスマン帝国の間は同じ国なわけですね。国境線がないわけですよ。だから、シリアが一回独立して、それですぐフランスが来ますね。そうしますと独立した時の王様はシリアの王様はイラクに逃げてイラクの王様になったんですけどね。だからまあこれは今イラクとシリアが分かれてるのはこれはフランスとイギリスの利権で相手をやっつけたわけですね。そこの時にいろんな今の中東のこのいざこざの根元があるわけですね。だからそのパリで銃撃事件が起きて、それはアイシスだとかそれからまあテロだとかいう話がありますけれども、本当にテロなのかと、要するにフランスがこの領土を取ってましたからね。でこれ領土を取るってことは意味があるから取るわけですね。利権があるから、お金が儲かるからですよね。だからそこからの難民が今度ヨーロッパに行ったっていうのはですね、ある意味じゃやむを得ないかなっていう気がするんですよね。こういう歴史的なことを知らないと、そのパリの銃撃事件とか難民問題について非常にこう浅はかなって言いますか、浅い論評があるんですよ。まあ、特に僕男性とか女性とか限らないんですけど、女性のある評論家でですね、そのパリの銃撃事件はなんて悲惨なことするのかとか、それから難民は受け入れなきゃいけないじゃないかとか言ったりしてるんですけれども、やっぱりもうちょっと歴史を勉強してから評論してほしいなっていう気がしないでもないんですね。それでまあやがて日本が戦争に参画してですね、白人の力を弱めたので、結局かなりフランスもイギリスも頑張ったんですけども、結局シリアとかイラクとかレバノンとかヨルダンっていう形でですね、独立をしまして、まあ、イスラエルもそこで独立し、まあ、非常に揉め事がさらに続くということになったわけですね。で、イラクとかシリアの基本的な考え方、これエジプトもそうなんですけれども、昔のこのオスのあれですね、イスラムの国という意識があります。特にアラビアはちょっと違うんですけれども、今のサウジアラビアはちょっと違うんですが、少なくともエジプト、シリア、イラク、トルコあたりはですね、もう我々は一体だという意識があるんですね。まあ、九州と四国を分けたようなもんだとも言えないわけでもないわけです。で、これで復
復興党っていうのが、まあ、あるわけですね。その復興党っていうのは、例えばイラクですと殺されたフセイン大統領、それから現在のシリア のアサド大統領なんかが復興党ですね。同じ党ですね、まあ、自由民主党みたいなもんですね。それはかつてのイスラムの国を取り戻して、そしてみんなで仲良くやっていこう、戦争もやらないでというような考え方ですね。国境はヨーロッパ人が作ったんだからと、まあ、それに対して今度はこのイスラエル問題があってですね、ここら辺の国が強くなってしまいますと、大きく例えばエジプトとシリアとイラクとヨルダン、それからレバノンが全部一緒になって一つの国を作るとですね、戦争は減りますよ。戦争は減るんですけど、イスラエルがもう陸の孤島みたいになっちゃいますから。でイスラエルおよびアメリカとしてはですね、ここら辺はできるだけごたごたしててほしいわけですね。その結果シリアが例えばその隣の図に、右側の図にあるんですけれども、赤いところがアサド大統領の勢力か、緑のところが反政府勢力、この反政府勢力っていうのを推しているのがアメリカですね。でロシアはこの反政府勢力に、空爆をしてます。それから日本で有名なこの ISIS の領域ですね、これが灰色から水、白い灰色になっているところがそうですね。上部の黄色いところがクルド人で、クルド人とは3000万人もいますからね。国境、国がなくて民族だけいるっていう、そういうまあ非常に複雑な状況を作ったのがこの実はヨーロッパだったわけですね。で現在まあこんな風に勢力があるので、当然戦争が続いてて、それで難民も発生するということですね。でISIS がシリアとイラクにまたがってるというのは、もともと一つの国という意識がありますから、国境もそれほどはっきりはしてないと、まあ、いうことですね。ですから、まあ、私なんかの考えでは、まあ、シリアという国はもともとないようなもんだということが一つと、それからもう一つは、やっぱりシリアの人はシリアの人で、イラクの人はイラクの人でやっぱり決めていくと。このシリアがこんなに混乱してるのはですね、シリア人がこんなに混乱させたんじゃないんですよね。シリア人が混乱させたんじゃなくて、アメリカはこの反政府勢力を支持する、ロシアはこの反政府勢力を爆撃する、アメリカは今度 ISIS を爆撃するというようなですね、非常に複雑な代理戦争みたいなところに持ち込むわけですね。それからイラクのフセイン大統領って非常に優れた穏健な大統領を殺しちゃったもんですから、イラクのクルド人とか、それから ISIS といった過激派が台頭するわけですね。まあ、その時に例えば復興党という、復興党というのはまともですよね。かつての、トルコ、オスマン帝国、もしくはもっと前のそのイスラム社会という、平和なイスラム社会を取り戻そうとしてるわけですね。じゃあ平和なイスラム社会を取り戻そうって言ってるのが、なんで ISIS みたいな暴力的なのかっていうと、どんな意見でも過激派がいるってことですよ。で過激派が大きな勢力を保つのは穏健派をダメにしちゃうからですね。今アメリカがやってることは、フセイン大統領とアサド大統領っていうこの地域の穏健派ですね、穏健派、復興党穏健派を、まあ、フセイン大統領は殺しちゃったし、アサド大統領もその反政府勢力っていうのをこう増やしてますからね。だから穏健派を追い飛ばすことに日本の平和主義者も一般国民も賛成してるっていう、非常に変な状況にあるわけですよね。どうしてこんな変な状況になったかって、やっぱこれはマスコミの誤報でしょうね。あと知識人の説明不足ということがあるんではないかと、まあ、そんなように思っております。まあ、もう一回ちょっと別の形でこのシリアという国というのを考えてみたいと思うんですけれども、いずれにしてもですね、もともと紀元前800年ぐらいから2800年の間、シリア地方っていうのあるし、大体のシリア民族っていうのもいるんですけれども、国であったという時期はほんのちょっとしかなくて、あとは全部いろんな国の支配下の中にあり、特にダマスカスなんかは大きな都市ですからね。ですから歴史的にも
もう中心的な役割を果たしたりしてるわけです。そういうことで私たちこういった中東の問題を考えるときには我々と全く違う環境下での国というものをやっぱり理解をしておく必要があるというふうに私は思います。